大日本帝国よ、私は帰ってきた。帰ってきて欲しくなかったですね。そこだけは同感ですな。お黙りなさい。今回からカイザーライヒの世界である日本を扱い、目指せ世界の大帝国というのが目標だ。なお、いつものトゲトゲしいウプ主は、上位の侵略者で忙しいとのことで、代理の総理はこの絵文丸だ。待て待て3つ言わせろ。まずこの絵が総理は多分絶対、間違いなくやば。神羅万象担当大臣この絵文丸である。まずはキハポンタの陸軍大臣から罷免である。あるあるうるさい。耳障りなので内閣不信任決議ですね。私には人事権があるのだぞ。海軍大臣も特別に職から飛ばしてやろう。では連合艦隊司令長官に降格させていただけると。それほぼ昇進なのでは。バカ、バカに余計なこと言うんじゃない。バカとは聞き捨てならないので。大倉大臣、総理がこんな大バカでは話がマジでまとまりません。せめて副大臣的ポジに良識あるやつを置いてください。そんなやつこのチャンネルにいるわけないだろう。あ、一人だけショタガ貴族がいるか。僕のことショタガ貴族っていうのやめてもらっていいですか。でも副総理ですか。ナンバー2は僕にふさわしいポジじゃないですか。五郎座殿にやってもらいましょう。多分1000倍はマシです。私は1000分の1か処分。ところでカイザー来賓の世界とはどういうものなのだ。それは外務大臣の私から一言で言いますと、第一次世界大戦でドイツが勝利した世界戦です。だからロシアも領土を減らしてますし、逆にドイツは勢力を増していますし、英仏はグレて社会主義に走り、旧英仏政権は植民地に亡命と、勢力が本来の史実とは異なります。で、日本の勢力圏ですが、現在友好的な国としては満州あたりに存在する奉天政府、ただし清王朝は中国本土に残っていますので、奉天を応援すればラストエンペラーと対決する構図もありえます。そしてウラジオストックなどを持つ極東ロシアのトランスアムール、この二つが今のところ軍事通行権や不可侵を結ぶなど友好的ですが、別に傀儡国であるというわけでもありません。私の判断次第では奉天を武力制圧することもできるであるというわけだな。そんなことしたらドル箱の奉天を失うので絶対にさせないぞい。内政の状況は私から、現在は立憲政友会が絶対過半数をギリギリ確保しているような状況。次の選挙は来月2月に迫っているので、そこで政治の方向性が決まります。立憲政友会を国家未人にし、大政翼賛会を作ればいいというわけだな。今さら大政翼賛会言われてもビビらなくなってきたな。チャンネルの大臣メンツが濃すぎるからですよ。増税面白おじさん、キハポンタン大臣、ある中年量イケメン、顔がでかい妖怪、鳥ひげ自称常識人、大蔵省の天敵、根性教育おじさん。なるほど、私以外ろくな奴がいないというわけだな。ちょっと待て、一人馴染みのない奴混じってるぞ。無学なお前たちに今の日本の詳しい状況を教えてやる。とうとう行動派までドリーム内閣に組み込むのか、このチャンネル。邪魔だキハポンタン、国民精神の説明をしてやる。相変わらず豪快なじいさんだぜ。こいつが文部大臣とか大丈夫なのか。まず鉄道が狭い、普通より狭いぞ。そのおかげで安く鉄道は作れるがな。バカ者その分小さいから鉱物などの運搬量に影響が出ている。次に地主が法外な値段で田畑を貸している。おかげで地方民は都会に逃げた。地方に格差ができるので速やかになんとかするように。そんな簡単に農地改革しろと言われましても、お得意の札束ビンタで黙らせたらよろしい。そんなことしたら日本の財政が国外の影響として満州鉄道の利益が一部入ってきます。先ほど大倉大臣がドル箱と言ったのはこれになりますね。今はまだしょぼめですが、もっと法典政府が経済成長したらこの値も増えることでしょう。あと中国の条約都市、港湾地域の勢力経由の自由貿易で成果が出ています。ただこれはどうも新内部での不満が爆発寸前のようで、万一中国そのものが荒れたらこの恩恵もなくなるかもしれません。まとめると、戦争が終わった1920年代からここまでは失われた10年と呼ばれ、農民が都市部に流入し賃金低下、満州に勢力圏を得て輸出市場を獲得したはいいものの、逆に安い農作物が流れてきて農業はさらに悪化と。再軍備と国家投資で再建されつつあるが、問題がまだ残っているような状態だ。早速その農業だとかの問題を何とかしたいですが、国家方針は現状軍事釣りしか進めることができません。しばらく陸軍が独占しまくって、いいえ、この後は海軍がいただきます。間を取り軍を買いたいというのはどうだ。クーデター用意。こいつが言うとシャレに聞こえないぞ。はい、研究枠の取り分を決めます。陸軍が4つぶち転がされたいのか。よろしい、受けてたと。飲みつぶしてやるぜ。なお社長は最近本当に飲みつぶれて3連休ほぼ仕事できなかった模様。成仏してくれメンス。マリサさんにガチでキレられますよ外務大臣。話を戻すのである。とりあえずこういうのは均等に分けるというのが定石である。そうですね、やはり産業陸軍海軍で1枠ずつ確保しましょうか。それでは研究が間に合わないぞ。キハタンの研究には最低常時に枠は。うるさい、キハ戦車だけじゃないだろポンコツ陸軍大臣。こればかりは文部大臣の言う通りですな。それに足りないのは産業だろうが海軍だろうが同じこと。こういうのはどうでしょう。どうせ陸海軍の航空機問題もありますし、産業、陸軍、海軍、航空技術の順で4枠目は取得するというのは、正直陸軍航空機と陸軍技術の両方となると2枠弱でも足りないような気がする。研究速度上昇、追加の研究枠確保を急いでくれるのが最低条件だ。戦時など緊急時には配慮していただけるのでしょうね。大丈夫だ、緊急時の費用は全てこの絵が負担してくれるそうだ。私の給料予備費扱い。では建設もバランスよくいきましょう。建設に使える民需工場
場、兵器を生産する軍需工場、軍艦や輸送船などを作る造船場、インフラの良い場所から中心に一個ずつ交互に建てていきます。一極集中が加速する。加速加速加速。景気が加速した時の対象知っているか？インフレ時代の積極財政ですな。やはりここは海軍に投資を集めましょう。設計者にジャブジャブお金を渡すのです。渡すわけないだろ。引き締め、増税、天下り。景気を冷やしてコントロールし大臣の皆さんが本当に働かないので生産ラインはこちらで適当に決めちゃいましたよ。なんだと誰の決定だ？私だ。アグレッシブ自問自答。技術の関係で対空砲だけないが最初から軽戦車と中戦車を作ってもらえるだけ費用が手厚いな。海軍だけじゃないですが全ての兵器に設計者を割り当て生産力や追加効果例えば走行上昇など与えられていますね。陸上戦力が32個師団しかいないぞ。バニラでいう駐屯旅団の大半がないような状態となっています。そのうち1個は海軍陸戦隊だからな。実際は31個だぞ。で、この32個をどう分けるかですが、まず海軍の陸戦隊、戦車の混成旅団はテスト的に1個しかいませんので1個師団1軍で将来増強予定の軍団に切り分けます。主力となるのは歩兵師団20個、騎兵師団4個、これで1軍最大となる24個師団上限ギリギリなため、今後1軍の基本は先の戦車や陸戦隊などの特別師団は例外として、歩兵20騎兵4で1軍作っていけば足並みが揃います。ただし、戦線によっては24個師団では多すぎますのでそういう場合に対処できるよう、地域歩兵軍を朝鮮半島など現状は4個配備、また守備隊として皇居と台湾に守備隊が1つずつ、明らかに守備隊足りませんので、少しずつ増やしていけるといいですね。まとめると、主力の歩兵と騎兵連合軍、小さい活動地域で投入できる歩兵軍、常時沿岸などを守る守備隊に、陸戦隊、戦車などの特殊部隊の大きく4つに軍団を分けたということだな。対して海軍の状況は、あまり史実と変わらないように見えるな。ただ歴史的に過重巡洋艦がやや少なく見える学築艦がその分多いようだ。KR 世界の艦隊は最初から第1から第3までの3つの主力に海上戦力が分かれています。第2が空母、第3が戦艦中心で第1がやや数少なめと、特徴はありますがわざわざバラすほどの編成でもありません。ただしこのままですと3つの主力艦隊と潜水艦の艦隊と、戦団護衛を担当する部隊がいないのが致命的です。海軍の生産は主力を補強しつつも、まずは駆逐艦中心の生産をし、護衛艦隊を再編成する必要があると考えます。よし、方針が決まったところで時間を進めていこう。まだ外交関係について方針が決まっていない気がするのですが。そうか、地形は同じでも勢力が本来と違うからな。単純に北進、南進、西進というわけにもいかないかもしれないと。全部国家二進にすれば問題ない。天皇陛下万歳教育により全ての敵を我々は撃破できる。そんな必殺技じゃないんですから。天皇陛下万歳。言い直してもダメです。こいつマリサさんたちですら披露しない必殺技を初登場でおこがましくも習得する気か。そうだそうだ、そんな予算はない。いや待てよ、必殺技開発会社という軍事子会社を作って天下り先とし俺たちの血税がって言われかねませんよ。そういうな、必殺技欲しいだろ。いりません。結構たっぷり考えましたね。もう衆議院解散しちゃいましたよ。話せばわかる、後でゆっくり考えような。こんな調子で大丈夫だろうか。戦艦空母、戦艦空母、さっさと決めるんだよアコ海軍。戦艦空母両方作って丸三計画はクソったれ。いい加減誰か折れろよ。酔ったらいの踊りを見に来てるわけじゃないんだぞ。対空砲研究もすぐさま解放する丸三計画は陸軍にも利点があるので、ここは大倉大臣が素直に折れていただいて。そうだ、予算4割にして2年半のプロジェクトに書き換えてしまおう。いいぞ認める。心の声とかないんですかねこの大倉大臣は。欧州ではドイツがブラックマンデーという経済破綻一直線だそうですが、日本は戦勝ドイツとの市場とは孤立的な関係だったため被害はあまりありませんでした。対してノルウェーはドイツではなく新たな貿易相手を探しているようです。ノルウェーサーモンを大量に輸入だ。なるほど、与内につまみとして大量提供し海軍大臣を交代させる高等テクニックであるな。回りくどすぎやしねえか。人思いに破綻で倒す方が早いぞ。話を戻して選挙であるが、選択肢として現在与党の立憲政友会が過半数を守るか否か。過半数を守れば安定的な内政を行うことができるであろうが、過半数を割ることでより革新的な大胆な改革をすることもできるであろう。ってことで野党が勝利するように選択肢を選んだが、中国がこっぱみじんなのである。どうやら核軍閥が耐えられず大きく弾けたようです。軍閥同士の敵対友好関係は複雑すぎて追い切れませんが、今のところ新政府の影響が大きく減り、軍閥同士が殴り合ってるような状況。ただこの戦闘の結果次第では新野法典も動く可能性がありそうですね。と丸三計画が終了しました。海軍航空部門で空軍経験値を素早く確保し、36年式機体の設計生産に入ります。海軍航空部門というのが気に入らないが、高い技術は必要。旧式ではなく最新機を早く作らねばな。大倉1号機ってなんて不名誉な機体なんだ。なんだと？可能な限りの攻撃力、最高速度を実現するため、極限までケチってボディを薄くしたのに、ケチりたいのが目的で偶然素早く仕上がっただけだろ。その他の機体はこんな感じです。名前はともかくとしまして、
性能はそれなりに担保された軽航空機および艦載機だと思います。陸軍ツリーには長期戦と短期戦のツリーが存在しているようですな。こんなの長期戦に決まっているだろ。粘り強く戦い続ければ特定国家に対する戦闘ボーナスなどいらない。犬飼がぶち転がされたである。どうやら海軍の青年将校が首相官邸に押し入ったようですな。これは海軍大臣の責任でありますぞ。現在地波トン過激派侵略含め海軍内の徹底お掃除をしている段階であり、判明次第直ちに軍法会議にかけ地波トン車体含め相応に爆破処分します。なんで海軍に地波トン過激派がいるんだ。旗大臣のせいで半分宗教化しているからです。過激思想じゃないか。違う、地波トンは過激思想じゃなくて華麗で美しいんだ。知り合いの佐久間眼科をおすすめするである。その他カットですが、中国で起きる四川の飢餓に宝剣が炎上出すようですが、それに日本の国旗を使うよう圧力をかけたりと、中国情勢は日々動いている状況です。工業会社はどれもバニラに比べたら優秀ではありますが、電子工学と産業療法研究を早めるものを今回は選択。あとあともっと工場、研究も終わってきましたら、工場建設速度などの効果がある会社に変更してもいいかもしれませんね。新しい総理は国家安全保障法案という治安維持法を改変したものを通したいようです。総理の暗殺があったであるからな。しかし国民はそれを望んでおらず、やめろ、ハゲー、増税するな、消費税廃止、社会保障抹殺、などと書かれたプラカード片手に75人ほどの活動が、大倉大臣キャラ素敵イケメン世界一といったプラカード。あるわけないだろ。そんなバナナ、この世界最強のモテ男に一枚のラブレターもないだと。やっぱりこの中で一番思考回路がぶっ飛んでるのは大倉大臣ですな。全会一致でしょう。私は断固反対するぞ。ということで法案にも断固反対した結果、現在の鈴木内閣の信用が粉みじん。また陸軍内部においても維新の炎が燃えたぎり、特に反資本主義反議会主義などの信念を持つ行動派が増えているようです。素晴らしい。このまま統制派を飲み込む勢いで極限拡大だ。その後、立憲政友会から再び総理が選ばれるも、政治の麻痺に痺れを切らした陸軍がクーデター。何も先住老大将などに働きかけがあったようですな。なんだと。では陸軍が有利な戒厳令状態ではないか。今すぐ欧州情勢を複雑回帰にして総理に辞職してもらわないと。あんたも結構遠回しだね、やり方が。しかしやる気を見せたクーデターではなかったためか、特に急進的な行動派は不十分であると考えたのでしょう。さらなるカウンタークーデターに成功。陛下も支持を示し、これにてようやくこの栄光が内閣総理大臣と。全てがうまくいきそうだぞ、ヒャホイ。とはいきません。何？どういうことだ？このじいさん毎回爆発しないと喋れないのか？ブラック博士みたいである。確かにクーデターの中心は行動派が行ったものの、他にも同人会、政道という3つの勢力の板挟み状態だ。もちろん優先的にツリーを進めればボーナスを得られるようだが、安定度などこっぱみじんになるだろうな。ぐぬぬ、ここはもう一回クーデターとかアホみたいな状況にならないよう、慎重に根回ししろとそう言いたいんだな。ということで、基本的にはバランスよく政治ツリーを取れば、歩みは遅いがデメリットは最小限で立ち回れるはずである。私は気が弱いのでできるだけペコペコみんなに頭を下げて協力をもらうである。まずは昭和研究会、私の政策研究団体で、貴族院の研究会とはまた違うから間違えないようにとのウィキペディアである。私を優遇してくれるわけじゃないんですか？一番茶色が大勢力3回の本来の支持 25% ですが、昭和研究会との連携を結んだことで、与党支持ほど直接じゃありませんが、政治力獲得量が増えます。次に昭和同人会と協力。当然最後にはなったが、行動派とも仲良くしていく必要があるわけだが、NF の取得時間的に、行動派分の達成は来年に持ち越しであるな。気合だ。気合で今年中に終わらせるんだ。どう頑張っても無理ですぞ。と最後はバタバタと2回のクーデターで大勢力3回が力を得ている間に、中国の戦闘状況や国力、軍事力にも多少変化が出てきました。が先に申し上げますと、政治不振とクーデターの連続でしたので、工業力と陸軍力の大きな拡大はほぼなく、海軍が地道に予定の船を作ったのが主ですね。細かい報告はまた来年初頭に行うとしますか。それではご視聴ありがとうございました。高額献金、党員の加盟、いつもありがとう。編集ソフトの YMM4 を扱いやすいよう大投資中になるので、次回も少し遅れるかもしれないが、過去の補助金で耐え忍んでくれ。